この講義ではテキストの12から15ページの「日本教育史」のサブノートを解説します。問題を解いいてからご覧くださいではですね「日本教育史」ということで話を進めていきます。で日本教育史という分野の出題傾向からまずお話をしておきましょう。で日本教育史まあこの日本という国の歴史の問題ですので。 えまあもちろん人物問題もあれば近代以降ということになりますが制度の問題というのもまあ,ありますが全体の傾向として言うと最近は人物問題が多い傾向にあります。でさらに言うとですねえいわゆる前近代まあ特にですね近世ですね江戸時代に関する出題が最近多いという傾向にあります。後でまあ説明をしますけれども まあ問題を作りやすいという部分があることは確かです。えー、実際2018年のですね夏に実施された採用試験でもおそらく最大の受験者数を誇るであろう東京都はですね金星の私塾に関してかなり突っ込んだ問題を出題しています。で、じゃあそのようなですねまあいろいろ突っ込んだ問題特に日本ですからいろいろありますけれどもそのようなことをじゃあ勉強しなきゃいけないのかと。 言えば、まあ、そうい広島県を除いてですね教員採用試験は基本的に選択問題なわけですからその選択肢を絞り込む力をつけるのが大切という観点は、まあ、これ実は日本教育史だけではないですけれども忘れないで学習を進めていただきたいというふうに思います。ではですね早速ですね今度は内容について入っていきましょう。 で人物問題が多いということは、えー、決してですね、えー、特定の時代にやはり偏る必要がないということでもありますので、えー、古い時代古代から話を始めましょう。で、えー、こちら4つの教育機関を挙げていますまあ教育機関と呼ぶべきかも本当は微妙ですが上2つがいわゆる古代下2つが中世ということになります。 でえーまあ、この4つありますけれども出題頻度からしますと実は圧倒的にこの2つ目の手芸七これが一番よく問われますで、まあ、順番にいきますと、まあ、この雲亭という、えーまあ、図書館がまあ,ありましたということですねで、えー、最もその出題頻度があるのは空海が作った手芸七空海というのは最長、まあ、とともにですね中国へ渡ってまあ学んできた僧侶として大変有名なわけです。 が、えー、この空海が、まあ、作ると。で、ちなみに京都に作ります。あの和歌山の高野山ではありません。で、えー、要はなんでこういうのがじゃ有名かというとですね。空海は僧侶なわけです、えー。仏教の人ですが、実はこの手芸というのは、えー、総合の僧という字ですので、全てだというわけです。えー、実は仏教以外、えー、の、えー、実は経典もここで享受されていた。 まあ近代学校に近いということでもあるんですがもちろん平民要するに一部の人間しか入れない学校ではないということですね、えー、そういう意味で非常に有名だということです、えー、なのでこれを合わせて覚えておいてくださいで一方ですねこれ誰でも入れるというわけですがじゃあ誰でも入れない要するに権力者の学校貴族の教育についてはサブノートの方に細かいことを書いてありますので合わせて参照してください で一方ですね中世ですねで鎌倉時代に、まあ、鎌倉の近くですがにできた金沢文庫というものこれ現在の横浜市です金沢という言葉に引っ張られないように注意をしてくださいで一方これ室町時代に再興されてできたのは実はかなり古いと言われています室町時代に、まあ、上杉憲猿によって再興されて有名になったもので足利学校これ実は明治の頭まで残ります、えー、という期間がありますと。 でまあ、フランシスコ・ザビエルがですねこれを坂東のアカデミー坂東というのは今の関東のことです、えー、というふうな記録をですね残しているということも併せて知っておくと良いと思いますで古代中世は大体これぐらいを押さえておけば大丈夫ですでじゃあ次ですね、えー、近世江戸時代ですで江戸時代の教育についてはですねまず一般的な状況というものがまあ,ありますその権力、まあ、支配者である え武士ののの教教育育そして一般庶民の教育というものがあります、まあ、武士は松平公松平坂学問所半校というものがあり庶民のためには寺子や手習い塾というものがあるということですがそちらについてはサブノートを参照してください。で近世でですね最も実は出題が頻度が高いのは何かというと、まあ、先ほどの事例をお出ししましたがこの私塾なんですね。 でなぜ出しやすいか人物がいて機関があってどっかに作って何か特徴がある、えー、というわけですから、えー、人物問題としてこれほどですね出しやすいものはないというですね特徴があるわけです。で、えー、実際ででですすね演習問題題ののの番もててこの私塾の中から出題をしているわけですで細かいことはまあいろいろありますが。 え結局のところ、えー、主要なところをきちんと押さえておかなければ絞り込みようがありませんので、えー、これをまずは基本的なこととして押さえておく必要があるということです。でまずその朱子学のまあ林羅座昭、まあ、平公と、まあ、その前公文館のもともと言いますがこれは後の昭平公昭平坂学問所になるものです。で陽明学の私塾といったら中江当時の当朱書院と、えー、近江の国滋賀県にできたから近江成人と。 呼ばれるとこの事実を押さえてておいていいたただきたいでさらにこの古学というです、ね、原点に立ち返れという考え方ですが伊藤神斎は京都に小義堂という塾を作ります荻生奏来は江戸に、まあ、これで県縁塾と読むんですが、えー、というものを作るとで原点に立ち返れといったわけですね2,000年前の古典ですよこれは。しかものよその国の。 といった時にじゃあそれをどう読むかということで実はその体系化を牛すらや心みたいなまあ古文字学というふうに言うんですがそれも合わせて知っておかれると良いでしょう。であとはま儒学の系譜にはなりますがこの学科を問う必要はないですが吉田松陰の昭和尊塾まあこれは大変まあ幕末維新の師走を出したということで有名ですので覚えておきましょうということですね。でもう一つこの広瀬丹佐と。 えいう人です。漢議園という塾を、えー、現在の大分県文語の国の日田というところに作ります。で、えー、これは大変有名。江戸時代最大の私塾であったという説もあります。えー、三脱法というですね。まあい実力主義ということなんですけれども、これを導入したとまあ非常に近代的なシステムを取り入れたということで有名ですので、これ比較的よく出されます。 これらの人物では明らかにマイナーな印象もあるかもしれませんが非常に重要ですので是非この機会に覚えておいてください。であとは国学は、まあ、この元織のこれぐらいしか出ません。であとは洋学は、まあ、シーボルト、まあ、これオランダ人本当はドイツ人なんですがこの人、えー、オランダから来たという定になっています。えー この人物のまあ長崎の成瀧塾あと大阪の敵塾尾形公安ですねえこういうものが有名ですのでこの機会にこの程度のことは実際には文章になればもう少し突っ込んだことになりますがえをまず基本的な事実として押さえておくようにしてください。でまた近世にはそれ以外にも人物主要な人物はたくさんいます。そのののうちの本当にに主要なものについては えー、テキストの方にサブノートの方に入れてありますのでこれらと合わせてその近世の人物問題を作るのはこれだけの人物がいますので非常にそれは作りやすいということも含めてですね注意をして、えー、臨んでいただきたいというふうに思います。ででではは次へ行きままししょう今度度近近代代すすねで、まあ近代ののの話はこの後でしますけれども えまずは明治期のまあ主要な人物これ明治期の人物ですね。で、えー、上4つはですねいわゆる有名な大学今も残っていますけれども私立の学校の創設者です。でまあこれらそういう学校を作った人だということで合わ、まあ、せてえ覚えておいてもらえばいいですが。 ちなみにですねこの福沢諭吉は先ほども出てきましたが敵塾の出身です、えーまあ、敵塾を出て、まあ、東京に来ていろいろあって慶應義塾を作るということですね、えー、慶應義塾半額半教という教えがありますけれども実はこの教えは敵塾由来のものだということも知っておかれると良いうようですちなみにそれが2018年の東京都で正解になった選択肢です。であとは津田梅子 まあ津田塾大学現在のこれを作った人物ですが岩倉使節団で渡米したという子供の頃ですよこれ。という履歴もありますので合わせて覚えておかれるとよいでしょう。あとは元田中真はまあ教育直後で有名ですが明治初期明治天皇の時効と近くにいる付き人のものですがという非常に養殖についていた人物ですのでこちらも知っておくべきと。 で実際起したのはこの井上という人物ですで下の2人は明治初期の教育実際の教育ですねに、えー、尽力した人物です、えー、明治の初期にはアメリカに留学をして、まあ、ペスタロッチ主義をまあ日本に持ってきた人物でアメリカ留学の履歴を生かして伊沢はこのような事業もやっていますのでこの機会にぜひ知っておいていただきたいというふうに思います。 で近代の人物といえばまた明治期にこういう人がいますが人物ということでいうとこちらですね対教育ですねこれもえまあこれも教育機関の学校をもとに出すという方法もありますが一方で人物であればさっきの大学創設の時でこういう学校を作ったと言っているわけですから。 え問題としてはどういう形でも出せるというわけですで主要な学校としてこういうものがありますと上2つがえ管理あの市販学校の付属小学校で下5つは私立の小学校です対象、えー、新教育の新教育学校と呼ばれるものは多くが市販学校の付属小学校であとは私立の学校はほぼ都市部まあ圧倒的にこれ東京と。 いうことですけれどもできた学校ですでまあ有名なものは、まあ、この木の下の奈良女子高等師範学校附属小学校というのが特にまあ有名ですね。であとは私立ちょっと一個飛ばしますが成城小学校と澤、まあ、柳正太郎ともともと役人だったんですが在野に降りてこういう学校を作るる。で明青玉川この成城でもともと働いていた人が それぞれぞ独立して作った学校ですであと自由学園これ現在もありますけれども「婦、えー、人の友」という雑誌を創刊した萩本子が作った学校です。ちなみにこの4つは現在も残っていますで一方最後のこの池袋児童の村小学校っていうのはまあこの児童の村だ、えー、これある雑誌の実は集団が作る学校なんですが徹底した児童中心主義をとり実は これは幻想していないな戦前期にもうすでに亡くなっている学校でもありますのでえ細かいこともいろいろありますがそれぞれの学校こういう特徴があるということですねを押さえておいていただければというふうに思います。さらにその人物ということに関わると大衆新教育といった時には実は特定の学校によらない人物というのもいますと。え雑誌「赤い鳥」を作った鈴木美恵基 えー、作文教育ですつ、ね、づり方教育と、まあ、当時はそういう言い方しますが「随意先代」というキーワードのともに、まあ、新しい作文教育を模索した芦田栄之助とで同じようなまあ思考回路ですが今度はこれ美術教育絵画教育ですね。でやはり子どもの自由な創造力というもの力を生かしたそういう自由画教育を提唱した山本かなえと、えー、こういう人物が 大変有名ですのでこの機会に知っておいていただければというふうに思いますだいたい人物として有名どころはこんなものですしかしですね先ほど最初にも言いましたが、えー、日本教育史といった時には制度に関する問題というのが一定程度ありますそんなことを言ったら西洋にだってあるではないか えー、いうふうに思われるかもしれませんが西洋の制度の問題は数年にどっか1個出せばいい方ですが日本教室そんなことはありません。ですので、えー、基本的なところはこの機会に押さえておいていただきたいということです。まずと、えー、学生ですね明治5年に出ますとで一般的には,これはフランスのまあナポレオン学生というものに、えー、触発された影響を受けたといわれますが、えー、どうもそうではないというのが最近の説なので。 もう少し手が込んでいるとフランスの制度とアメリカの内容というような言い方をすることもあります。まあ、これが最初とでさらにその7年後に教育令というものが出ると田中藤丸とそれこそ岩倉 a k 使節団で西洋を見てきた人ですがこの人が、まあ、トップの時に出たのが教育令ただしこれは1年後に改正をされてしまいますよということです。でさらに はい、明治19年第一小学校令と一般的に小学校令とか学校令というふうにこの明治19年の法令は呼ばれます。で実はここから先はですねさっきの学生や教育令が今の教育基本法学校教育法ですねと同じ単一法令なんですが実はここからは各学校ごとに法令が分かれます。 なので、えー、実際の教員採用試験の出題は圧倒的に義務教育である小学校に関する問題ということになります。でこの明治19年その学校令の中の一つである第一小学校令で初めて、えー、義務教育という言葉が日本に登場します。それまでは行かないことがダメといったのが今度行かせることが義務というふうにここで規定されるこの言葉が初めて登場しますということです。 その後4年後に第二次小学校令というのがありますがそのさらに10年後明治33年の時にまあ完全実施はもうちょっと時間かかるんですがこの時に基本的に公立の学校授業料を取らないという規定になりますので、まあ、無償化という言い方が一般的にされますこのように変わりましたで実際これを機に就学率がほぼ100%に近づきますのでその7年後 明治40年に義務教育である小学校が6年になりますということそしてそのさらにだいぶ時間が経ちますが戦時下には小学校という学校は日本からなくなるということですねこのように変わっていったんだということですで演習問題の方にはですね実は5番の問題でしたかね法令に関する問題、まあ、これ大体見ていただければ分かるわけですが 戦後のです、ね、法令が若干入っていますで戦後はですね教育史というふうに言ったときには一般的には戦後改革、まあ、昭和20年代ですねぐらいで止まっていくことになります。演習問題の方ではその教育基本法と学校教育法昭和22年に制定されたものについても触れてありますけれどもそれはサブノート等も合わせて参考にしていただければ いいうふうふに思います逆にそこから先は、えー、歴史として問うということが実は困難という問題がありますので大体いいそれぐらいまでの時期の、えー、状況を押さえておけばよいというふうに理解をしておいてください。では、えー、日本教育史の講義はこれで終わりにします。